そういうことだ。手早く片付けるぞ。準備はいいな。任せて。よろしくな。俺も一緒だ。やった。さあ来い。やらせてちょうだい。一丁上がりだ。一緒に頼むよ。さあ、行くわよ。一緒に頼むよ。さあやるぞ。みんな頑張ろう。私もやるわ。やった。よろしくな。かかってらっしゃい。力を貸そう。大体片付いたようだな。これで一安心ね。それじゃあ家に帰りましょう。そうだね。あの子の様子も気になるし、良くなっててくれるといいんだけど。力がついてきたな。
んだなんだ。あれ、あなたもう起きられるようになったの？うん、パニス大丈夫だよ。起きられるし走れるし。そっか、パニスっていう名前なんだ。俺はフリード。フリード、わかった。フリードがパニスのこと助けてくれたんだよね。そういうことになるのかな。パニス、村に来た時のことを覚えてる？あんまりよくは覚えてない。でもフリードがおんぶしてくれてたのはなんとなくわかったよ。フリードの背中ってあったかくて大きくて気持ちいいんだね。ちょっとパニス、そんなに抱きつかないでよ。ね。なんで？さっきはおんぶしてくれたのに。それはここに連れてくるため。それに今はみんなが見てるし。なんだなんだ、何を騒いでるんだ。お、天使じゃないか。目を覚ましたのか。天使？天使じゃないよ、パニスだよ。ほら、みんな集まってきちゃったじゃないか。恥ずかしいから離れてよ。どうして？パニス、ここがいいもん。そうよパニス、離れなさい。フリードが困ってるじゃないの。いや、パニス、フリードのそばがいいの。ダメったらダメなの。どうして？それは、あ、姉として身内のハレンチ行為を見過ごすわけにはいかないからよ。俺が抱きついてるわけじゃないからね。シャノンはフリードのお姉ちゃんなの？そうだよ、血は繋がってないけどね。そうだ、パニスの家族はどうしてるの？家族？そう、家族、家族よ。パニス、あなたのお父さんやお母さんはどこ？お父さん、お母さん、わからないの？うん、パニス、わかんない。気がついたらフリードがおんぶしてくれてて、次に気がついたらベッドで寝てた。じゃあどこから来たかもわからないの？うん、わかんない。記憶をなくしているのか。見た目の割に言動が幼いのもそのせいかもしれんな。村長、来てたのか。うん、騒がしいので様子を見にな。村長、こんにちは。こんにちは。パニスだよ、よろしく。村長、おひげがいっぱいだね。触っていい？いや、これはひげではなくたてがみだが、触りたいのかね。では少しだけだぞ。ありがとう。うわー、ふかふかだー。何よ村長ったら、すっかりデレデレじゃないの。村長、子供にはめちゃくちゃ甘いから。何か言ったか？いいえ、何も。そうか、まあいい。とにかく記憶も行き場もないのであれば、この子は村で面倒を見てあげようではないか。村に害をなすものでなければ拒まずに仲間として受け入れる。それがこの村のやり方だからな。そうだよ、害どころかこの子伝説の天使かもしれないんだし。ええ、私もそうすべきだと思います。
うん、皆に異論はないようだな。ではそのように決定する。当面の間はフリードに世話係を頼もう。とりあえずパニスちゃんに村の中でも案内してやってくれ。少しでも早く馴染めるようにな。パニスちゃん、どうかしたか？ううん、なんでもないよ。わかった、ちょっと一回りしてくる。行こうか、パニ。あれ何？あれ？あ、パニス、危ないよ。あ転んじゃった。しょうがないな、もう。ほら、パニス、手をつないでいこう。フリード、あなたさっきは抱きつかれるの恥ずかしがってたじゃないの。だってこうしないとこの子危なっかしいし。それじゃあちょっと一回りしてくるね。アニス、行こうか。うん、行く行く。Thank you.